モーニングジャム。3、4、おもろい家族。この時間は草と共に生きるオーレックと焼肉うどん味の町ウエストの提供でお送りします。さあ10時30分になるとモーニングジャムはおもろい家族、面白い家族のメッセージ紹介しております。はい、今週も大賞に輝いた方には久留米のフルーツショップ飯田屋セレクト季節のフルーツセットプレゼント。今2月キサラギということで、今の季節おいしいフルーツといえば宮崎の完熟金柑たまたま、はい、でね、たまたまはたまたまでもその中からおいしいたまたまを選んで、そして1キロにセットにしているっていうものなんですよ。 そうなんですよ。それが完熟金柑たまたまエクセレントということですね。に加えて、はい、久留米で採れたいちごの甘おう、そして天草のパール缶3玉、合計8000円相当です。豪華ですね。我々がいつも食べているフルーツと全く違います。違いますね。結局ね、値段がとなんです、うん、本当そう思いました、はい、安くて美味しいものを探してるんですけれども本当に値段がとだなというふうに思います、はい、ぜひ頑張っておもろい家族にメッセージお寄せください。じゃあね、まずはね、すごいメッセージから届いたな。30代男性ゆうすけさんですね。中地はっちゃん、おはようございます。おはようございます。最近トイレ我慢するっていうおもろい家族の話多いですよね。うちの保育園児の次女もたまにおもらししては落ち込んで帰ってくるんで、大丈夫だよ、お父さんなんてこんなことがあったんだよと言って聞かせるエピソードを披露いたしますどんなエピソードだろう、楽しみだなやめなさい、何が楽しみだなそれは私が4歳の頃、両親と3つ上の兄と福岡市内の商業施設に遊びに行った時のこと。田舎に住んでた私と兄、楽しいお店が立ち並ぶ商業施設でキャ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 とはしゃいで楽しんでました。そんな中、尿意を催した私、マイペースで何にも考えてなかった当時の私は、まあ大丈夫やろうとそのまま遊ぶという子供あるある。我慢できるギリギリになって母にトイレ行きたいと伝えたんですが、トイレにたどり着くまでが長い。案の定少しだけジョロジョロジョロと、俺少しだけっていうのが意味わかんないんだよね。本当ですよね。そう、少しだけってできるんだって止められないような気がするんですけど案の定少しだけ漏らしてしまいました。パンツは汚れてしまいましたが、幸い半ズボン汚れてない。仕方なく母が半ズボンだけ履いてなさいということになって、そんなことはどうでもいい、私はすぐ戻って遊びました。しばらくして本屋さんに行って、絵本コーナーで飛び出す絵本をキャッキャ言いながら物色が、そこで今度は台を催してしまった。あら、トイレは近くなさそうだし絵本は楽しいし、まあ大丈夫やろうと。ちょっともう学習してないじゃないしかもおパンツ履いてないんでしょ大丈夫やろうと高をくくった私、我慢できるギリギリになって私はまたまた母にトイレと言ってトイレに向かったんですが、案の定トイレが遠い。やっとトイレの近くまでたどり着いて、そのトイレというのがエレベーターが2つほど並んでて、エレベーターの横の通路の先がトイレになってる、うんうんうん、そこのベンチで母がここで待っとっけん行ってきなさいと言ったんでトイレに向かったんですが、私の活躍金がもう限界に達してしまって、エレベーター1個通り過ぎた2個目ぐらいまで来たところで、あろうことか出てしまったんです。慌ててズボンを押さえたんですが何にもない。んあれと思って下を見ると、足元に転がってる3センチぐらいのまん丸いコローンとした私から出たとおぼしきもの。その時履いていた半ズボンというのが当時よく見た
太ももの付け根ぐらいの丈しかないホットパンツのような半ズボン、その前におしっこ漏らしてパンツ履いてないということも重なってしまって裾から転がり落ちたんです。さすがの私もこれはやばいぞと、漏らすだけでも恥ずかしいのにこんな不特定多数の人の前に自分のそれがお披露目されようとは、幸いまだ誰も気づいていない、どうしようかと小さい頭をフル回転させ3秒ほど考えて出した結論は、一度母のところに戻ってブツを指差し、あれ何と犯人なのに第一関係者のふりをして母に伝えるという作戦。ブツを見つめた母の頭の中で点が線になったんでしょう。あんた漏らしたと恐る恐るうなずく私、母は慌てて私のホットパンツを確認したんですが何にも汚れてない、あるのは人が大勢行き交う広場に踏まないでと言わんばかりに堂々と鎮座する私のそれ、そのあまりのシュールさに笑いをこらえきれなくなった。その笑顔を見て少し安心し苦笑いする私、その後ブツをどうやって処理したか覚えてないんですが、そのブツを見つけて不思議そうに見つめる知らない小学生ぐらいのお兄ちゃんがミートボールと間違えてしまわないか。あれがひどいですね、このメッセージ本当にひどい。大丈夫だよ、お父さんなんてこんなことがあったんだよ。娘に聞かせるかね。ショック受けますよそれ。娘さんお父さんが子供の時にうんこ漏らした話って、本当にすごかったですね。さあそれではね、続いてこれいきましょうか、はい、女性の方ですね。中地あっちゃん、おはようございます。おはようございます。先日夜寝ていた時のこと、痛い痛い、なんか痛いと思いながら目を覚ましました。するとうちの猫が枕元に座って私の前髪をむしゃ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 食べているのがありました。と思ってすぐに追っ払ったんですが時すでに遅し、翌朝鏡で確認したら無残にも食い荒らされた私の前髪、ちぎれて短くなった髪の毛が虚しくもピン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 立っている。何してくれとんじゃん。なんでうちの猫10ヶ月になるんですが、見た目は長い毛並みの猫でモコモコふわふわ、とっても可愛らしいんです。だけどやることが全然可愛くない。たびたび手を焼かされます。いいね、すごい。ある時は激辛の唐辛、激辛の辛子高菜をペロペロしガッガッガッとむせている。またある時は切ったネギをパクッと食べてペッペッとその辺に吐き出す。食事を作るのにまな板を出せば平気でその上を歩く。ハムを出せば一瞬の隙を見て一枚抜き取ってる。鍋の中に余ったカレーを見つけたらペロ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 舐めている。と駆け寄ると猫は慌てる様子もなく口の周りをペロペロしながらその場を去っていく。夕飯を食べてる時は必ずテーブルの上にやってくる猫、食べ終わってソースだけが残っていた皿に片足をズボッと突っ込んでそのまま去っていこうとする、おい足を拭きなさい。そんなこんなで毎日自由気ままに行動する猫、まだまだ子供の猫だから仕方ないのかな、毎回許しちゃう私、大人になればきっと落ち着くはず、きっとそれまで目が離せない。へー、いやーでも大人になって落ち着くかどうかはわからないな。三つ子の魂100までっていうね、ことはありますからね。ですね。一曲リクエストはいけますか。あ、一応いける。あ、いけない。あ、そうですか、おもろい家族パート2はお昼12時からです。
モーニングジャム。